競技見たら変わるよ、多分。バンガーが弱すぎるから。だって、1、2、3、16秒ぐらいでしょ、これ。16秒、7秒減少するんだって、9秒だよ、僕確か。これでも消えるし、何があって、もう、クールタイムも上がるんだよね、確か。パークで30。ああ、なるほどね。いやー、渋いね。ミヤケイのね、バンガがなんでね、光ってるかって。バンガが光ってる感じじゃなくて、バンガだから光れてるんだよな、正直。マジな話すると。駆け足も強いんだけど、もちろん。いや、バンガだから輝けてるんだよな。あの前線でね。だって、俺、レイスの時のミヤケイ、本当に雑魚だと思ってたもん。いや、当て感はいいよ。そういう意味じゃなくて、総評ね。プレイヤーとしての総評ね。競技で一番やっちゃいけないのってマジでさ、孤独死じゃん、本当に。あいつマジ、虚空切らずに何回死んだの見たんだろう、俺。デトネーションの時にこれで一人でさ通しに行ってさ虚空切れずに死ぬんだよあいつ、まあ、単純に安全マージンが分かってないのと番管であの車線管理が下手なのはそれはそうなんだけど番管でね駆け足が本当に強くて駆け足なんだよね本当に駆け足なんですよこれが強すぎる。このパッシブが。正直。この駆け足が強すぎて、ミヤケイが生きてんだよね。だしさ、ピークする場所って、あいつマジで俺が考えてるよりもさらに一個前でさ、俺がここでピークするところをさ、あいつここら辺でピークするんだよね。それでなんかミヤケイがね、なんかボルトになった時、うんって時に、あいつね、ピークがね、救急の時から全然打ち切れない時あるんだよ。こうやって。これでね、一瞬で火力出すんだよね。ミヤケイ M はいいから。で、それが、実現するにはね、ボルトで長い間ピークしてると死ぬんだよね。絶対フォーカス受けて。一瞬だけ覗いて、あったあったあったとか、これだけで強いんだよね。マジで。だからミヤケイはバンが強かった。特に、救急が強かった時は、本当にミヤケイ強かった。バンが。今が弱いとかじゃなくてね。その時が強すぎた。普通に。ミヤケイと環境が合ってたね。救急が強いから、このショートピークで多分ね、100、俺は66だったけど、多分ね、120ぐらい入れるんじゃねえかな。今の一瞬で。ボルトだと、今の120出すのにね、もうちょい時間かかるんだよね。それがあって、なんかやっぱ死んだり、アーマンが削れなかったですね、今までより。ほらね、75とかでしょ ?99 だったら、ゲイタクもう、これ、弱体化で99だよ、これだよ。だから、ミヤケイムーブするんだったら、ほんと99とか持った方がいいぞ、多分。DPS が高い武器持って、一瞬だけピークして帰ってくるみたいな。そういうのが強いから。ミヤケイの番が、他の番がとはちょっと違う。こう、なんていうのかな。この、1個の遮蔽にさこう行ってさずっとワンマカンで打ち続けたりとかずっと居続けたらさボルトこうやって長っボルト打ち切るまでこの時間いたらさ全然カバー通されて死ぬけどさ99だけだったらマジ削るだけでできるんだよねあアルフやんえブラハもバンガーも死んだのえブラハ死んだのプライバシーが言ってるよえダークゼロのバンガデッドシアメタブラハデッドっつってシアメタなのブラハが死ぬならシアじゃねっつってんじゃないえブラハどうなるのわかんな俺見てないパッチマジかいや俺バンガのナフしか見てない俺ジブ来ると思うんだよね一瞬しか耐えれジブジブうんホライゾンシアジブホライゾンシアジブジブ誰だああ俺だほんといいかミヤケイシアでしょでも逆でもいいけどね別にどっちでもいいけどそこは俺がシアでミヤケイジブでもいいなってああ。ミヤケイのジブ下手そう。ドームのクイーチもやばそうだし。やばそうだよね、絶対。お前そこ、うん、みたいな。もう容易に想像できるわ、なんか。でもミヤケイのドーム、やっぱミヤケイは行こう行こう行こうって言うじゃん。うん。それにドームないと、あいつ、俺がドーム出す前に行って死にそうじゃね、視野で。うん。いや、前ドームまだしないよ。言って。ミヤケイ死んないよ。ってなりそう。また世界大会前に。変わんの普通に多分あれだよ俺気づいたもん
なんか今までずっと不満だったの。うん、違うよ、EA にとっての競技っていうのは。競技じゃないよ。ああ、まあそうだ。ただの CM。うん、新シーズンこんなもんですよみたいな、こんなパッチですよ、あ、みんな競技チーム見るからみたいな、やらせればいいじゃん、こいつら。やらせるんか。そう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 。思ったら、ね、競技に、EA にとって競技そのもんだと思っても何も思わなくなった。じゃなきゃ買えないもん。競技制だったらさ、普通買えないからね。うん、だってキャラ変えたら絶対連動下がるじゃん、みんなの。うん、それを競技性高いとは言えないからね。それを誰でも分かることだから。え、アルバ君ジブありじゃない？俺ジブホライゾンもったいねえ。デブ着ない、デブ使ったことない。なんかジブガスバルとか帰ってきそうじゃない？バル強いんでしょ、また古き。あ、俺ガス、俺バル、俺何やってもジブやん。俺俺がバレの方が良さそうだけど、あいつ絶対上取らないでしょ。取らないね。打てるとこに行くね、単純に。上打てたら上に行くし、下から打ったら下に行くの。教えてやってくね、そういうことじゃなくて、って。私たちのファイトの形が、って。そこに行くのは誰でもよくて、って話をして。上に行くのはあなたしかできなくて、って言って。説明してあげてくんね。まあ、宮家の個性だからね、下から打つの。あいつ頭いいじゃないですか、普通に打っちゃうよね。うん、まあ、勝ってるからいいんじゃない、ね。うん、裏派何も変わってなくね。視野が強くなったぞ。視野が強くなる。うん、勇士ブラハホラカタって言ってるよ。ブラハホラカタ、え、誰？この前の LG じゃん。この前ってか、まあ、結構前だけど。絶対空爆だと思うけどな、俺。絶対いるくね、空爆。ブラハホラカタでどうやって詰めるんだって。それでとりあえず1周目負けて1周目ですね。2周目から。ルーザーズ1なのよ最初。それで負けたらもう、はい、え、俺何、三宅何、それ読んだ。三宅ブラハ、俺カタリストでしょ、したら。ああ、三宅ブラハっしょ、うん、多分。うん、どっちか前カタリストでしょ。肩強いかもな、三宅ワンちゃん。前やってたんでしょ。え、前やってたんでしょ。やってないよ。やってない。うん、バルブルハバンガで俺ら。あ、練習期間にやってたよ。ああ、絶対さ、俺ブラハウルトで行ってさ、三宅がオロリムの後ろにいてさ、うん、カバーシマネ死ぬの目に見えてんだけど俺。え、そっち帰ったのみたいな。うん、やだ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 、俺前やだ。形崩れそうだよな。やだやだ、形絶対、宮城が後ろに形めっちゃ崩れてるから俺たち。俺らが後ろにいないとダメなんだよな。で、逆だな、宮城が前にいれば何でもいいんだ。